にちは、エフフリ店長の楠本です。今日はなんと1周年記念の動画を撮ろうと思い、テンション上げております。ありがとうございます。いや、エフフリもね、本当に紆余曲折ありながらもついにね、1周年を迎えることができました。ありがとうございます。本当にいろんなことがありました。まあ、ご存知の方もたくさんいると思うんですけど、リニューアルオープンからまあ、バーッと言ってね、まあ、今回コロナというね、思いがけない事態にね、もちろんエフェフリもね、大打撃を受けたんですけども、まあお客様のね、温かい声だったりとか、いらっしゃる方でね、支えられてなんとかここまでやってこれました。感謝の意味を込めまして、今回スペシャルな、プレゼント企画を行います。はい、ということで、なんとなく見えてるかもしれないんですけども、今回すごいです。今までね、1周年記念、まあステッカーだ、いや、もう周年記念ですね、ステッカーだったりとかいろいろやったんですけども、こちらのギターとベース、プレゼントするギターとベースを紹介します。はい、じゃあまずはギターですね、こちら。はい、すごくないですか、バインディング付きのね、テレキャス、フェンダージャパンのテレキャスターなんですけど、まあ、こちらをね、まあ、まだ今ちょっとメンテしてない状態なんですけども、お渡しするときはね、バシバシに向こうメンテしてお渡しします。で、こちら、まあ、軽く紹介だけしておくと、A シリアルテレキャスターですね。A シリアルといえばね、 JV とか E シリアルに続いて人気があるシリーズで、まあ、不次元性の、まあ、可能性が高いで、まあ、フェンダージャパン結構ね、謎が多いんで正確な情報ちょっとあれなんですけど、不次元性でだと思われるテレキャスターですね。もちろん音もめちゃくちゃいいんでね、これが当たるってすごくないですか、いくらするんだよって。これもう超ラッキーだと思います。当たったら応募方法はね、後でまたちゃんとアナウンスしますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続きましてこっちですね。ギターだけかよって思われるかもしれないんで、なんと今回ベースもあります。はい、なんかすごいジャパネット高田みたいな気持ちになってきた。はい、こちらですね。はい、フェンダーメキシコの、アクティブ付きのジャズベですね。めちゃくちゃかっこいい。こんなん出していいんすかね。まあ、ね、1周年ということでちょっとスペシャルです。これね、毎年やってたら大変なことになるんでね、ちょっと最初奮発しましたんでね、このね、チャンスを見逃したら大損するんでね、申し込んでくださいね、ぜひ。はい、ということで応募方法を説明いたします。応募期間が、閉店までですね。その期間の間に買取を持ってきていただいた方が対象になります。で、その注意点を、3点説明いたします。まずですね、買取持ってきて1000円以上の査定がついた方がまずは対象になります。楽器以外のね、ギター、ベース、エフェクター以外とかでも対象になります。エフェフリでもね、ジャンクルでも同じなんですけども、オーディオだったりとかカメラだったりとかホビーとかね、こんなん売れるかなっていうのも対象になりますので、よろしくお願いいたします。毎日持ってきて応募のチャンスが増えるんじゃないかっていう感じではなくて、1回なのでそこだけはご注意ください。はい、じゃあ2点目ですね。買取時にですね、ニックネームをいただきます。抽選形式でね、発表をするんですけども、その際にお名前を呼ばせていただきます。フルネームだとまずいという方がね、いらっしゃるといけないので、ネームをいただいてそちらを呼ばせていただきます。で、その買取時の時にですね、希望の、まあ、ギターがいいよって、ベースがいいよっていうのをスタッフまでお伝えください。はい、3点目ですね。発表方法をお伝えいたします。発表方法はですね、この YouTube で10月の19時心の準備をして、あとはね、チャンネル登録もね、ぜひお願いしますね、をしてお待ちください。はい、ということでね、今回すごいスペシャルな企画ですね。もう本当に全スタッフですね、うちの、大丈夫ですか、そんなやっちゃってっていう感じの、もう本当に気合い入れたイベントになってますので、力を貸していただけると、幸いです。何かね、疑問点があれば店頭にね、直接いただいても、僕に言っていただいてもいいですし、各 SNS ですね、 Twitter とか、あとは Instagram、 あとは LINE アットですね、
もやってますので、何かあればそちらに問い合わせください。お電話いただいてももちろん大丈夫ですのでね。当たった方ですね、基本的には店頭での手渡しになりますので、よろしくお願いいたします。19日からですね、この動画が出た2日後からの対象になりますので、どしどしお持ち込みください。ではよろしくお願いいたします。FF2店長の楠本でした。バイバイ。